鈴木春信とは、江戸時代中期の浮世絵師。細身で可憐、繊細な表情の美人画で人気を博し、浮世絵というとまず思い浮かべる、木版多色すりの錦絵誕生に決定的な役割を果たし、後の浮世絵の発展に多大な影響を及ぼした。中納言浅っさ京都に出て、西川助信に学び、後に江戸に住んだと言われる。または、 西村重長の門人とも伝わる。姓は穂積、後に鈴木を名乗る。通称次郎兵衛。長英圏、重江古人とも合す。江戸館田白壁町の古酒で、比較的裕福だったと考えられる。近所には平賀源内が住んでおり、友人として親しく、共に西木への工夫をしたという。法歴十年三月上演の芝居に基づく細。 バンベニズリエの役者へ、市村亀蔵の蘇我五郎とバンドを38の三保屋、四郎が、初作とされており、この後亡くなるまでの10年間浮世絵師として、活躍した。初期には、ベニズリエの役者へも知られている。法歴年間は、このような役者へ、美人画のほか、古典的画題のベニズリエ、水絵を制作、現在役者へだけでも30点余り。 水絵も30点以上知られている。西木絵が大流行するきっかけになったのが、1600、国鳥の旗本、大久保仁志郎と千国鳥の安倍八之進が、役首相の小松屋三江門らと協力して、金に糸目をつけずに、画期的な多色すりの技術を開発し、明和2年以降に開催した、英語読み交換会である。また、堀石やすりしと協力。 木版多色すりの技術開発、色彩表現の可能性を追求、様々なデザインのエゴ読みが競って作られ、やがて二色への流行に発展していった。春信の,の座敷発見に、巨船行とあるのはこのアイデアの考案者を表しており、この場合、大久保巨船を指している。また、春信の,の作品が、当時の知識人をパトロンとし、彫りし、 すりしとの緊密な協力による政策であることをも示している。大正8年に有志によって建てられた石文が台東区谷中の大園寺にある。方名は、発祥神医古寺西木への早々期に一世を風靡したため、多数の追随者を出した。春信の,の門人に、鈴木春江鈴木春広、小前備信、鈴木春寺、駅信、行信。 中国の部など、時代の一筆細文長、勝川春章、北尾茂正、鳥居清長などにも影響を与え、浮世絵黄金期を直接導くものになったと言っても、良い。現存する作品数は1000点ほどとされる。後世の人気浮世絵師たちと比べると、一図あたりの残存数が少なく、しかも主要作品の多くが海外にある。 浮世絵版画の数と比べると、肉筆浮世絵の遺作は、極めて少ない。版型は、中盤が、標準的だが、柱絵も少なからず残る。春信の,の作品からは、江戸になかった、情報風及び、中国美人画の影響が見て取れる。具体的には、構図や構成は、上方の西川助信の版本を参考にするところが、多く。 その美人の容姿は、明の時代の中国版画のあだえに影響を受けている。その他、古今和歌集や古今東西の古事説和から得た題材を、東西風俗に置き換えた、見立て絵の作品が多い。また、西絵の技法としても、その創始の時期にかかわらず、多様な技法を暗出、その芸術性を高めるものになった。春信の,の描く美人は、 人物が一般に小柄で手足もかぼそく、色彩も五分を混ぜた中間色を使っており、その叙情性も幻想的にさえなる。代表作として、風流四季河川、座敷八景、風流八つ七小町、風俗六玉川などのシリーズのほか笠森汚染など、当時の巧妙な江戸美人も描いている。他にも、詐欺娘や神洗いに美人などなどといった。 優れた作品も多く、後世にまで大きな影響を与えている。瀬川菊の上図は、柱への縦に長い画面を生かして、菊の上の、すらりとした細身のある体を収めている。図の上部には、内山家邸による、深き淵はまる悲劇に、阿布瀬川音にも、菊の上手とは知れという強化が添えられている。造法記を得える以降、輪郭線を墨ではなく、 梅草の青色で刷った作品。天画な風合いが出るが、梅草の青は極めて退色しやすく現在は褐色になっているため、当時と同様に干渉するのは難しい。原色清江大百科事典、第2巻、P82。ありがとうございます。